オール令和日本。始まりました。令和新選組代表山本太郎です。そしてトニー松岡です。よろしくお願いします。お願いします。何か随分騒ぎになってますね。あのね令和の横に候補予定者の方、女性の方も結構いらっしゃるじゃないですか、あのいつになく激しい言葉で、ある方はちょっとごめんなさい、ちょっと表現違うかもしれないけど、ざけんなみたいな。あ、なるほど、書かれ方気持ちは伝わりますね、はい。まあ、あのオリンピック、はい、もちろんこれはね、あの商業主義にのっとったというか、オリンピック貴族っていう人たち の, あの懐をさらに太らせるようなものではあるんですけど、一応理念としては結構真っ当なんですよ、はい、オリンピックそのもののね。そう、オリンピックって何のためにやるの、はい、どういうふうにやっていくのって考えた時に、オリンピック憲章っていうのがあるんですよ、はい、これって、まあ、いわばオリンピックの憲法みたいなものなんですね、はい。で、まあ、このオリンピズムの基本原則というものがあるんですけど、はい、この中には、オリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自、その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく確実に享受されなければならない、ものすごく崇高な考え方のもとに、はい、オリンピックみんなで一つになっていこうっていう気持ちでやるもんなんですけど、はい、どうやらそうではない発言を、会長ですね、まあ、あのそういう方いらっしゃいますよ、町場にはね。あのそうですね、あのぶっちゃけそういうか、そういうようなことを言われる方はまあまあ会社の中には、一般の会社の中にもいるそうなのは想像つきますよね。まあ一言で言ったら、あの昭和の忘れ物みたいなおっさんですね。そういう人がいるんですよ、うん、いるけど、ちょっと待ってって、あなた会長なんですよねってことですね。そこが一番まずいってことなんですよ、ね、やはり森さんね。そうですね、はい。まあ、だからこ の, あのオリンピックの根本原則書かれてるものがオリンピック憲章だと、はい、これ憲法なんですよってことですね。その憲法の理念、オリンピックの憲法とも言えるようなものの理念と、相反するようなことを平気で言っちゃうっていうのはかなり問題があるっていうのは、当然これ受け止めなきゃいけないんです。これは先進国としても受け止めなきゃいけないし、それだけじゃなくてやっぱりホスト国としてこれは受け止めなきゃいけない現実であると。やはりそこに対してはやっぱり真摯に反省が必要だし、いつまでもその地位にしがみつくっていうことはちょっと考えられない話ではあるんですよ。でね、あのまあ、もともと日本という国がオリンピックっていうものに対して本当に開催していい国なのかってことを考えると、はい、なかなか開催できるような国ではないなっていうことをずっと私はあの国会議員時代言い続けてきたんです。例えばですけれども、はい、まあ、当然このオリンピックを呼ぶということにおいても嘘をつき続けてきたわけですね、はいはい、例えば原発事故、東電原発事故の汚染水っていうのは、はい、この、東電の福島第一原発の港の中で汚染はブロックされてるとかっていうのも嘘ですし、うん、でオリンピックが開かれる頃の東京は非常に温暖な気候で、うん、温暖じゃない、うん、暑さで人が死ぬ気候や、うん、そんなことも全く現実っていうことを横に置いていいことばっかり言ってきたってことですね、うんうん。まあ、とにかくそのオリンピックを呼ぶという姿勢に関しても嘘で塗り固めたものであったってことです、うん、もちろんコンパクトオリンピックって言われてたものがどんどん予算が膨らんでっていうような、もともとの考え方とはもう180度変わってしまってるって部分もあるんですけど、うん、それだけじゃなくてこのオリンピック、さっき言いましたけれども、あのオリンピック憲章、そこからまたもう一つあるんですよ。何かっつったら、はい、オリンピック憲章と呼ばれるものをより具体的に目標とか目的を定めたものがあるんです、はい、それ何かと言ったらオリンピックムーブメンツアジェンダ21、
そういうのがあるんですね。もうそんなこと言われたって何のことやらわからんって人もいるかもしれないんですけど、はい、さっきお伝えしたオリンピック憲章っていうもの、はい、オリンピックにおいての憲法みたいなものをさらに具体化していくための提案であったりとか、そういうものが書かれている、はい、目標目的を定めたものですね、はい、それがアジェンダ21ってものなんですけど、はいはい、でその中で私が一番国会議員時代にやり取り、オリンピックに関してやり取りした内容が、はい、要はオリンピック呼ぶために路上生活者とかを排除していくってことが行われているんですよ。ああ、なるほど。クリーンな街づくりってことですか。簡単に言ったらもうお前ら汚いから出ていけっていうようなことを自宅講師でやってるってことですね。例えば公園お住まいとされていた方々という人たちを追い出して立ち退きさせたりとかですね、はい、もう福祉につながれと、はいはい、まあ、この間も以前お話しましたけれども、はいはい、どうして路上生活になるのか、はい、それは以前に福祉制度につながった、はい、生活保護につながったけれども、はい、アパート転宅とかではなくて、そういうような貧困ビジネスって言われるような、はい、住まいに、はい、もう本当に共同生活みたいなところですね、はい、もうプライバシー全くなくてっていうようなところに押し込められて、そこで暴力があったり嫌な思いをしたりとかした人たちも多くが路上に戻ったりとかしてるわけですね、はい、でこの路上で生活されている方々に対して、排除していくってことを続けているのがこれまでの東京都であったりとか日本政府だったってことですね、はい、そこに対してこのアジェンダ21、さっき言いましたオリンピック憲章の具体的なこと、さらに踏み込んだことが書いてある中には、アジェンダ21は宿命的少数派や社会で最も恵まれないメンバーに特に注意を払わなければならないって書かれてるんです。あでね、はい、一方で海外でこれまで開催されてきたオリンピックの候補地とかではどういうことが行われてきたかってことですね、その国では、はい、例えばですけどもシドニーオリンピックが開かれたっていうようなオーストラリアとかではこのオリンピックが来るってことである州でこの路上で生きる権利、うん、あっていうものが確立されたりとか。あすごいですねそれは。だからそれぐらい重要なことなんですよ、はい、なるほど。どのイシューを取ってもってことですね、はいはい、だから当然その路上生活をされている方々に対してもとにかく弱い立場に置かれている方々に対してちゃんと配慮せなあかんでってことが書かれている。このことに対して私国会でずっと言い続けてたんですけれども、はい、まあほとんど物事動かない、はいはい、けれどもこれがジェンダー問題ってことになってきた時に今ね森さんのことで一気に大きく広がってるじゃないですか、はい、そうですね。だからこのオリンピックを開催する都市に選ばれた、国に選ばれたということはやはりいろんな事柄に対して一歩前に進める、これまでとは違う私たちにやっぱり昇華していく必要があるんだっていうことがやっぱりオリンピックはセットじゃなきゃダメなんですよ。だから何を言うてんねん、まあ、なもんそんなこと言うてる人いっぱいおるわ、そんな女の人話長いやんかみたいなこと言ってるおっさんもいっぱいいると思うんですよ、その昭和の忘れ物みたいな人たちも。でもそうじゃないんだってことなんです、はい、このオリンピックっていう祭典をこの国で開くということは、うん、それ以外にも社会的責任をたくさん背負うことになるし、その先頭に立つという意識が必要なんだということにおいて今回の森さんの件を考えなきゃいけないっていうことだと思います、うんうん、でこの森さんに関してなんですけどね、実は以前交流がありました私、はい、あそうですか。どういった交流かっていうと、はいはい、まだ政治家になるずっと前ですよ、2011年とか12年、私が全然政治の世界にまだ足を踏み入れる前に、はい、芸能の仕事まだ薄くやってましたから、はい、全国移動するじゃないですか、はい、その時に例えば東海道新幹線で、はい、グリーン車とかでね、はい、政治家にたまたまばったり会おうと思います。なるほど。これまで会った人鳩山総理、はいはい、他にも、前原さん、もともと民主党の、はい、小池さんがなんか嫌な予感がしますけど、なんかほらあ要は民進党ですね、民主党の後の民進党をぶっ壊すきっかけを作ってくれた、はい、前原さんですね、はい、今のはちょっと皮肉ですけど、はい、いや言わなくてもいいですよ皮肉だってそういう方々も電車の中でたまたま、はい、たまたまあるんですね、会って、はい、会ったらそういう人を見つけたら何するかって言ったら、僕通路、その人の座席座ってるところの通路からこんにちはって声かけるんです。
でちょっとお話ししたいんですけどいいですかちょっとだけっていう話をするんですよ。嫌がられますかやどうですか。嫌がられたのは前原さんだけリアルにありがとうございますあじゃあ逆にその森さんはウェルカムだったというあのねあでもねこれ前原さんの名誉を守るために言わなきゃいけないのは大丈夫ですか最初に、はい、あの前原さんにすいませんいいですか3分だけっつって話をしたら、はい、いやあなたとは意見が異なるからあの話は聞かないって言われたんです、はい、でも多分かなり疲れてはったんですよ。あなるほど、はい、もう仕事終えたで新幹線の中でちょっと休もうっていうようなところでややこしいやつ来たみたいな話だと思うんですいやまあで、うん、あなたとはあの意見が合わないから話す必要はないって言われたんですけど、うん、はいいやそう言わずっつって、ね、すごいですね粘り続けたんです。したらあのじゃあちょっといいってことを言ってくださって、はい、隣に出た SP にちょっと席外してくれっていうことで真横に座らせてくれて、はい、でお話聞いてくださったんです。だから私前原さんに対しては悪い印象ないんですよ。ごめんなさいそれ言葉通りに受け取って大丈夫ですか。顔笑ってますけどいやもうお願いしますよもうどうリアクションしろっていうんですか、ね、鳩山さんはもっとすんなり話聞いてくれて、はい、しかも私が芸能人だ当時芸能人だったんですけど、はい、芸能人だってことも知らなかったんです。へえ、もうそれぐらいこう世間一般とは離れた感じの、もうでも超オープンマインドの人なんで、へえ、あ、なんか若者来たなっていう、うん、なんか物言いたいって若者来たから話聞いてあげるっていうスタンスで全然。すごいですねそれもまた。そうなんですよ。他にもあったインドネシアの空港で、はい、海江田さん、はいはいはい、当時経産大臣、はい、再稼働するなんてことを直接言おうと思ってで話戻りますけど、はいはい、森さんはねその時ね僕ちょうど福井県、はい、福井県からサンダーバードっていうのが出てるんですよ電車ですね、はいはい、要は京都方面行く電車なんですけど、はいはい、それに乗った時に途中の駅から乗ってきたんですよ。でうわこれチャンスやと思って、はい、でその電車の中には森さんともう一人安倍さんも乗ってたんです。一緒に乗ってきたってこと。安倍晋三さん一緒に乗ってきた。一緒に乗ってきたか、まあ、多分一緒でしょうね。あの乗ってきたタイミングっていうのはいつかわからない。ごめんなさいちょっとね記憶が曖昧なんで先に乗ってたのかもしれない。あなるほど。そこに僕が乗ったのかもしれない、はいはいはい、どっちかって言ったら多分森さんって言ったら石川県の人ですから、はい、先に乗ってきたかもしれない、はい、まあ、とにかくでどっち行こうかなと思った時に安倍さん森さんかな、森さんか、そう安倍さんか森さんかって思った時に、はい、あの森さんかなと思って森さんの方行ったんです、はい、まあ、結局その後に安倍さんは総理になったわけですけどね、はい、まあ、森さんの方行ってで森さんのところに行ってすいませんあの3分だけお話聞いてもらっていいですか大体3分なんですね、まあ、大体こう短いっていうことをアピールして、ね、結局長話になるって話なんですけど、そうですね、おいいよっつって要は窓側に座ってて、通路側のところに書類とか置いてたんですけど書類をこう動かしてくれてどうぞ座んなさいっていうような、ああそうですか、感じで話聞いてくれたんですよね。なるほど。まあ、当時は話すことはもう主に原発だったんですけど、はい、でまあ話を終えた、はい、でこれびっくりするのが私が議員2013年に議員になって、はい、自民党の人たちと何かでご飯食べたりする機会があってなんかあれでしょって何年か前に森さんと電車で一緒になったことあるんでしょって他の議員からあの電車にねって俺も乗ってたんだよっていう先輩がいて、そうだったんですかってなんか森さんすごく親切で話聞いてくれたんですよって。で、あの後ねって君と別れた後ねあの俺たちだけになった後ね変わったやつだなって言ってましたよまあそれだけの話なんですけど、まあでも何でしょうその変わったやつだなっていうのはいい意味の部分もあった可能性ありますよね。なんかこう熱意を持った若者が来て話してまあ、そういったこう熱意があるのも変わったやつだなって言ったのかもしれないですよ。まあ、あの別れ際に あなた偉いねって、うん、なんか芸能の仕事やってんのにそんなことに関わってっていう、まあ、とは言ってましたけどそれは多分リップサービスだと思うんですよ。でもだからそういうことをやり取りできる社会性はお持ちなんですよね。そうですね。
でも一方で今回のようなことを、今回のような立場に、はい、自分が置かれながら言っちゃうっていう部分もあると。いやだからまあなぜ言ったのかっていうね、なぜわざわざこれを言う必要があったのか、言わなきゃ、いやまあそもそも考えていることが問題だということももちろんあるんですけど、政治家としてそう言っていいこと悪いことを分かってらっしゃると思うんですけど、でもだから実際あれですよね、これはテレビがあるからやりにくいんだがって若干のエクスキューズつけて喋り出してるんですよね。でも元々が失言王ですから、うん、町場の気のいいおっちゃんではあるのは確かなんですけど、うんうん、でもやはり、ご本人の役職と、うん、そしてオリンピックというものをやはりこの国で開催するということにおいて非常に責任のある立場のある方としての発言として完全アウトだったなっていうのはありますよね。なんか他のことで頑張っていただけるかもしれないですよね、そういう気のいいおじさんなんだから。まあゆっくりしてたらいいん違うのと思いますけどね。まあでもやめられたら困るでしょうね、周りが。周りがね、これまで散々自分の好きなようにやってきたのにいきなりいなくなられたら困るでしょう。だってどうせだったら全部責任を負ってほしいじゃないですか。ああ、だからこのタイ、なんかそういうことまでちょっと勘ぐっちゃいますよね。このタイミングでこういう失言をされて、なんかこうなんでしょう、どんどんどうするんだっていう状況が追い込まれてきてる中で、まあ、マスコミの注目としては国会内での問題っていうのは手薄になっちゃいますからね。そういう意味で非常に迷惑だなと思います。国会の中でも問題が山積みで、いろいろ解決しなきゃいけないことがあるのに、それが世間の皆さんに対して、うん、いろいろ問題が共有されない、うん、まあ、もちろん森さんの、失言というものは非常に問題があるんだけれども、うん、そうですよ。児童手当廃止の年一定額の方の廃止みたいなこともそんなパパッと決めちゃってみたいなね、全然でもそれよりも森さんの方がでかいニュースですもんね。あと高齢者に対してね、医療での、ま、支払い、医療の窓口での支払いが2割になったりとか、だから今そういうことするべき時じゃないだろうっていう時にやっぱり次々そういうことをね、本当に困ったもんですね。いやもうね、困った大人いっぱいいますね。まあ、私もその一人かもしれませんが、困った大人の、まあでも、なんとかしていかなきゃ。そうですね、うん、やっぱりこう世界的な標準にしっかり合わせていけるような国になっていけないとダメですね。そうですね、まあ、代表ばっかりに着せるのもあれですけど、まあ、よろしくお願いしますよ。とんでもないです。まあ、とにかく問題山積みですから、はい、というかここ何回かあれですかね、政治的な話続きましたか。いやいや、ここのとこ割とあまりしてない楽な話が続いたんですか、久しぶりに。まあ、でもそういうね、はい、ラジオですから。そうですね、ゆるいラジオですから、コーナー取り混ぜて、はい、これからもお送りしてまいります。というわけで、はい、オール令和日本、山本太郎とトニー松岡でした。ありがとうございました。ありがとうございました。